今やったら何か話したるでうちはヨイミヤ何でも言うてやいいんじゃんほいああ行こうでしょなーいうちのガチややったーん後出しなんてしてへんよしてへんってばん串カツの盛り合わせと卵焼きってちゃうちゃううちは飲食店ちゃうで花火屋やからな そうや、キラキラーっとした、パーっと咲く花火のことや。花火やなんやあかんのせやな難しい質問や。お隣さんとおしゃべりするのも好きやし、子供たちと夏祭りに行くのも好きやし、泳ぐのも山で果物を取るのも好きや。う <laughs> 一つに決められへん。あ、そうや 趣味はみんなと遊ぶことやええー、花火が濡れてもどっかに隠れなううん間に合わへんクルンん,んのよ今パイモンちゃんが消えるときのマネをしとるんやのよお腹でフライムがはしゃいどるみたいやなさすがにそれはないと思うんやけど英雄 宵いみや姉さん参上悪霊退散正義必勝このセリフを言うた後、あんたから教わった力を子供たちに紹介するのはどうやかっこええんとちゃんはははあんたも遠慮せんといじめられたらこの宵いみや姉さんに言うんやで金魚飼ったことある大人しゅうてめっちゃ可愛いんや 全身ポカポカで気持ちいいわ浮いとるみたいすっごい風やな声が押し戻されそうやお昼の時間やなえ今日の卵を君が二つや <laughs> 今日のうちついてるんやないうちは主食よりも菓子の方が好きよ。祭りの時に屋台を一つずつ回ってお腹いい いっぱいになるまで食べるんや。ところで、あんたって菓子を作れたりせえへんうちが作った団子と交換しーおっきのとってええから。あ、はあ、あんた、甘味を作るんがうまいんやな。祭りの屋台で出したら、絶対いっちゃ人気出ると思うで。うまいもん食べたら元気が出るもんや。そんで元気が出たら、次は物語を語りとうなる。ほな。 ええ物語選んどくな。うちの物語が聞きたいってええよー、こっち座り。自慢の長野原家の話をしたるで。めったに聞かれへん真面目な話やからな。<laughs> 雪玉をぎゅっと。ほれ、祭りでもやるん遊びに行こか。やっと花火を見るのにちょうどええ時間になったな。空でも地上でも綺麗に咲かしたるで。 <laughs> 冗談や。安全にはちゃんと気ぃつけるさかい。花火の材料はあらへんかな。花火はパッと消えてまうけど、友情は一生もんや。最高の花火に最高の瞬間。移ろいやす一瞬の気持ちが花火へと収まり、死高た形で受け継がれてく。もっと高く、もっと響き。<laughs> 弓矢で花火を打ち上げるのもありやな。 花や祭りの開始や。あ <laughs>、高い飛ぶで他<赤>みっともない。しっかりせえへんと今のなし。そもそも花火を見終わった後、その一日の最後には何が待っとる。<laughs> <laughs> 正解は夢の中でも花火が見れるでした。ほなさいなら。 誕生日を楽しむんは、あんただけやあらへんで。ケーキを送る人。ろうそくに火つける人。祝ってくれる人。あんたが生まれたことを、みんな感謝しとる。せやから、騒がしい方がええ。みんなに祝ってもらうんや。さ、おめでとうさ準備はええかでっかい花火、打ち上げるで。ほな、さよなら。